東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのか、その秘密を知りたい人は他にいますか？FC 岐阜が今季初勝利を挙げた。ホームにディラバンツ北九州を迎えた岐阜は後半44分に途中出場のフォワードレオナルド・ロシャが決勝点を奪い 1-0 で勝利した。守っても開幕から2戦連続で4失点していた守備陣が完封で試合を締めた。待望の今季初得点は最終盤に生まれた。ゴールキーパー高木義成の好セーブなどで無失点で耐えていた岐阜は後半44分、自陣でフォワードレオミネイロがボールをカットすると素早く前線に展開。カウンターに持ち込むとミッドフィルダー田中パウロ純一のドリブルでの持ち込みからパスを受けたレオナルド・ロシャがコントロール。最初のシュートはディフェンダーに引っかかったがこぼれ球を拾ってドリブル突破、ディフェンダー2人をかわして豪快にゴールネットに突き刺した。ラモス・ルイ監督は2連敗をどうしてもストップさせたかった。素晴らしいチームに勝ったことで波に乗れるんじゃないかな。まだ始まったばかり。今年は失点を少なくしたいなと思っているが、0-4で負けても0-1で負けても同じだと思う。とにかく点を取りに行こうという姿をサポーターに見せたかったと勝利を喜んだ。今季チーム初得点を挙げたレオナルド・ロシャについては、本来の調子はまだ出ていないが素晴らしい選手、これで本人も波に乗れるんじゃないかなと、さらなる活躍に期待を寄せた。